8月恒例の大型フェスティバルサマーソニック2024年度の開催が目前にまで迫ってきています。毎年幕張と大阪で開催されるサマソニですが、2024年度のサマソニは大阪会場がいつもと違うことでも話題となっていますね。長らく舞島スポーツアイランドにて開催されていたのが、2024年度は吹田市の万博記念公園で開催されます。その万博記念公園にレンメタが下見に行ってきました。その模様をお届けいたします。いざ行ってみると思いがけないことになりましたよ。こちらが万博記念公園駅となります。この辺りがツアーバス乗降場やビスとバンの交換所となるようですね。もう一つ万博記念公園の東口にもビスとバンの交換所がございます。こちら複合施設エキスポシティです。では中央口から万博記念公園に入ってみましょう。初めて実際に入ってみる万博記念公園、とても楽しみですと思っていたのですが、ここでデンメタは致命的ミスをやらかしてしまってました。皆さん、何が致命的ミスかお分かりでしょうか。万博記念公園のシンボル、太陽の塔がだんだん見えてきました。それではいよいよ入場と思ったのですが、閉まっていました。水曜日の万博記念公園は休園日で、それを知らずに足を運んでしまってました。なんたる失態、事前に調べておくべきでした。ゲンメタ以外にも水曜日が休園日と知らずゲートまで来て落胆する人が多数いました。そしてゲートの隙間から太陽の塔の写真を撮る人もよくいましたね。ぜひとも中がどれほどの広さなのか、以前までの会場だった舞島と比べてみてどうだったか、自分の足で確かめて、その結果を皆さんに報告したかったのに、無駄足となってしまいました。万博記念公園まで来るの、結構手間がかかったのに、とりあえず会場入り口前まで来て、分かったことを報告いたします。まず、はっきりしてるのは、とても暑いです。まあ毎度のことですけどね。ここに来た時の気温は34度でした。この時期、みんな散々言うことですが、日焼け止めクリームを塗ったり、水分補給をこまめに行ったり、熱中症対策は徹底的にやりましょうね。サマーソニック公式サイトにも書かれていますね。ガイドラインにはしっかり目を通しておきましょう。サマソニ2024開催日の5日前に、お台場にて行われた野外のハードロックです。クラッシュクライシスも行った人の誰もが暑くて過酷だったと語ります。毎度現れる熱中症で倒れる患者、自分がその一人にならないようこれ以上はないほどに注意しましょう。この他、万博記念公園に来てみて分かったこと、とにもかくにも車の運転がだるかったです。今回万博記念公園まで車で行ってみたのですが、交通量が多いのなんのって何度も渋滞に引っかかりました。そりゃまあ、関西最大の都市、大阪ですし、その大阪の中でも特に人が密集するエリアですから、当然といえば当然なのですが、そして、道がとてもややこしい。高架がやたらと多かったですね。入るべき車線を間違えて、
そのまま一気に全然違う道を走ることになってしまって、正しい道に戻るまでかなり手間取ってしまう。そんな出来事も何度も起こってしまいました。ドライブ式のデンメタですが、こういう大都市の道路は二度と自分の運転で走りたくないと思いましたね。やっぱりドライブは田舎道でやるに限りますね。それにしてもこの辺りを走っている車、合流車線変更の割り込みにとても慣れているような印象を受けましたね。車線変更するのに必死そうな車がいたり、そしてそんな車を親切に割り込ませてあげたり、お互いをよく理解しているって感じがしました。交通量の多い道路、みんなとてもよく理解しているなぁと感心しちゃいました。大都市の暮らしとは基本的に無縁なデンメタにとっては結構驚きましたね。自分が常日頃車を走らせる地域ではなかなかないことなのでね。ぶっちゃけこの辺りをよく運転してる人たち、うちの地元の人々よりもずっと車の運転がうまいです。そういったところを少しばかり見習いたいと思っちゃいましたね。というか車を走らせてどうだったか感想を語りましたが、そもそも万博のサマソには自家用車での来場は禁止となっています。間違ってもサマソに当日車で行っちゃいけませんよ。とまあそんなわけで、当初予定していた通り万博記念公園の中を事前に調査することは叶わなかったのですが、それでもまあいろいろと勉強にはなりました。さまざまなものがあって充実したところなので、近くに住んでいたらもっと積極的に足を運びたいなんて思いましたね。とにかくまずはサマーソニックです。これを存分に楽しみましょう。楽しむのはもちろんですが、注意しないといけないことも多いですよね。初めてサマソニに行く人なんかは特に注意しないといけないです。先ほども言った熱中症対策はもちろんのこと、当日の天候のことも気にかけないといけません。雨が降った時のことも抜かりなく、長傘は持ち込み禁止物であることをお忘れなく。雨が降った場合、野外フェスはレインコートが基本です。そしてここのところ大きな地震も気がかりですよね。台風も迫ってると聞きます。こういったことにもしっかりと注意を。とにもかくにも情報には敏感に、いろいろと不安だったり過酷だったりもするサマソニですが、やっておくべき対策さえちゃんとしておけば心の底から行ってよかったと思える最高のイベントですからね。かれこれサマソニに10年ぐらい通い続けているデンメタな絶対の自信を持って断言しますよ。皆さん、サマソニに行く準備はバッチリですか？サマソニ2024当日、存分に楽しみましょう。